登る靴店スーパー G セットフォーアウトドアアドベンチャーっていうのはダメみたいです、うん、そうなんデータで、うん、ハスイケの地球を救おうリアルだね超綺麗うん、まあ僕らの活動じゃなくて彼らがやっぱりやってる活動で、うん、そのテーマソングみたいになってるんですね、それには蓮池をきれいにするっていうのも一環だし、地元の商店街を盛り上げようみたいな、まあそういうところで、いろんな人がでも関わってるんですね。またギュッとお願いします、はいうんでこの間このコーラス部分がラップに出てくるんですけど、うんうん、それをみんなで撮ったあそう本民館に集まってえぇ、ー、ちゃんぜひ姉ちゃんからっていやちょっとね何だよでも自分も全然参加していただけど参加できなかったかもしれないそうだったな姉、はい、ちゃんはもう、ね、やっぱり音楽の力を全てすごいですよすごいね本当にすごいいろんなすごいですどうこうパートいや僕のパートなんか個人じゃないですかここであもうちょっとで多分コーラスが入ってるんですよ、そこはじっくり聞きましょうみんな集まってましたよ子供たちもどのぐらいの人数だこのぐらいなのね100人以上いたんですかまあ、うん、結構いましたよ、素晴らしいじゃないですか、うん、歌いいね、うん、ね上手でした、ね、声もいいしすごいね、うん、素晴らしいと思います、うん、このみんな幸子さん&皆さんなどそうですね多分、うん、そ, うそういうことだと思います最初に撮った部分とあと僕たちが言ったのは、うん、コーラス部分だけを重ねてるっていう、うんおでこれ海の日来てくださるいやそれはあんまり分かんないですでもまあね知ってていただけたりこうやって何か関連できることがあるっていうのが、ですね、いやそうですね、でも音楽は広がるからすごいですよね、それも素晴らしいと思います、これで普段みんなコーラス入ってるここから、こんな感じにエンちゃんも入ってるなあ、ちょあんまり歌えなかったですいいね。ね。うん。やっぱ参加することにね。まあそうですね。意義がありますよね。オリンピックじゃないけど。本当本当。あこの辺なんですね。そうです。子供たちがこう一緒ですね。覚えやすいからいいですよね。いやこういうのってのはストレートの方がいいんですよ。ああ。シンプルにね。シンプルに。そうですね。シンプルやりたくなっちゃうのね。5分ぐらいしたんで、多分もうそろそろ終わると思うんで、もう行っちゃいます行きます。はい、ここからはうちんとしかつらバンドピース自然を楽しむアウトドアを楽しむコーナーです。のぼさんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。こんにちは、鶴巻のボールです。はい、よろしくお願いします。はい、はい、今日ゲスト、準レギュラーになりつつある、おいはい藤沢の、カルフォルニアサーフからおいでいただきました店長遠藤久幸さんです。どうもです、よろしくお願いします。今日もよろしくお願いします、はい、先週お電話でありがとうございました。とんでもないです。えんちゃん、うん、音源の
ちょっとそうですね、詳細、今日は、曲名みんなの力で救おう、サチコ、ジュンヤ、ユーマロ3ですかね、皆さんでこれは、僕たちも、今度 EM の火星器を巻く、M 団子を巻く破水系がテーマソングとして作られたもので、地元の地域の商店街の活性とか、それに関わるそういう破水系の清掃活動をこの人たちが皆さんやってるんですけれども、まあ、今回は皆さんのそういう活動にも、僕たちが EM のイベントを通して、まあ、協力と応援ができればいいなという形で、なるほど、はい、今日持ってこさせていただきました、ね、いい曲ですよね、ね、歌もいいし、えんちゃんも参加してるみたいな、はい、ね、ちょっとコーラスの部分さりげなくですけど、いいですね、いやいい街ですね、みんなの力で救おう、ね、素敵、まさにその通り、うん、7.15 の、海の日に、はい、その今おっしゃってた撥水池に、はい、団子投与、はいはい、ということですもんね、はい、いっぱい作りましたもんね、うん、そう作りましたね、はい、先日ね、私も、はい、団子を作ったストックを、ストックを、えんちゃんのところにね、カリフォルニア大量入荷いたしまして、持ってきまして、いいえ、お疲れ様でした、はい、まあ結構大変ですよ、大変です、団子の移動だけで大変みたいな、でも結構重たいですもんね、そうですよね、まあ、だからこの間400か500ぐらい持ってってますよね、うん、そうですね、でも1000個ぐらい作ったんでしょ、1000個いってますから、まあ、僕らも1000個ぐらい作ったんですから、すごい、もう私はじゃあ、はい、2000個強力だね、ゲーマス、はい、それでハスの花が咲いちゃうよ、これ咲いちゃいます ね、 ですね、ね、富士山メダカも守らなくちゃ、はい、うん、夢見てるんで、皆さんと共に、なるほど、はい、そう、結構あれなんですか、ハス池は、汚染されちゃってる、まだでも結構、そうですね、いけてる方っていうか、まあいけてる方というか、まあそういうような藤沢メーターかも絶滅しそうだけど残ってる、まだいる、残ってる、はい、あとはまあハスも咲いてはいないですけど、まあ苔がまあついてしまうことで、まあ咲きにくくな、咲かなくなってる、なるほど、でもそれも水質の改善によって咲く可能性もあるみたいですし、なるほど、はい、まあ完全ダメということではないですけれど、より綺麗な自然っていうのはやっぱり自分たちにとってそうね、はい、癒されるものなんで、じゃああれですね、この団子投与機械にクリーニングできれば、うん、そうですよ ね、 ね、はい、これは継続していければ最高です ね、 ね、でも目に見えて分かりやすいですよね、池っていうのはね、そうですね、まあ子供たちも日々遊んでるようなところでもありますから、まあみんなのちょっと観察能力借りて、はい、なんか変化が出てきてくれるとね、嬉しいですね、ヤゴとか取れるんですか、ああでもヤゴとかも取れると思いますよ、そこバシャバシャ子供が入って遊んでる池なんですか、それとも外側から見てるって感じですか、一応僕たちが巻こうと思って、てるところは、外側から見てるだけですね、でも普段はその隣接してる、まあ第二破水池と呼ばれてるもう一つの破水池があるんですが、そこはもう、藤沢市が公園化されて、ハンスの花も咲いてますし、そちらの方で結構子どもたちが七草を取ったり、ね、ザリガニ取ったりしてるんだ、はい、そういうことはやってるんですね、でも僕たちはそのちょっと、まあ、子どもたち入れないですけど、今そのハスの花が咲かなくなったようなところで、まあ、今回はやらせていただこうと思ってます、そうかそうか、公園になってるんですか、じゃあそこも、そうですね、まあそこはちょっと、グラウンドのちょっと裏手にある、うん、まあ学校のグラウンドでちょっと埋め立てられてたりとかするんで、はい、まあでも公園にはなってないんですけれども、地元の人たちも犬の散歩しに来たりとか、夜になればカエルの声が鳴いてたりとか、まあある種憩いの場所になってる、はい、そういう場所にはなってます、なんか面白いイベントもあるんですって、はい、伺った話で、カリフォルニアサーフの前の公園で、ツリークライミング、はい、木登りのワークショップというものを開催してみようと思ってまして、まあ、前がすぐお店のカリフォルニアの前がこう小さな公園になってるんですが、そこに欅の木が生えてるんで、そこにロープをちゃんと通して、それでハーネスをつけて、それでこうやって登っていく、安全に、そういうことをやってみようかと思いまして、なるほどね、はい、高い木なんですか、結構高いですよ、15メーターはありますけど、でも、もう登るのは10メーターちょっと、12、3メーターぐらいのとこまでは行けるかもしれない、
高いでも結構高いです、ね、結構高いですね、あれですか、あのツリーハウスのクルーがそうなんですよ、はい、みんなが応援してくれて小林さん、はい、小林さん含めてですね、はい、だまあある意味プロフェッショナルですから、はい、そういうところで、大人も子供も参加、そうですね、はい、まあちょっと小さい子だけれど、道具がちょっと足りないというか、ハーネスが緩くなっちゃう可能性もあるんで、まあ、できれば小学校高学年の方が、子供たちはいいんですけれども、はい、でも誰でも参加可能です、ね、私でもできちゃうんですか、もちろんです、あ楽しみだな、はい、もう雪も行けば海も行けば木にも登る何もかもおだてりゃ木に登るって失礼なこと言ってすみません。そうで、まあ、ツリークライミングがあって、うん、で EM カレーカレーが食える、ね、試食、はい、みんなで作って、ああいいですね、はい、EM 生活さんからいいです、ね、夏はカレーだろう、そうです ね、はい、今年は子供向けに甘口のやつもあの新しく商品出てますので、あそうなんですか、はい、ぜひそれをみんなで食べたいと思ってます、あそれはまたうまいんだ、毎年ですよね、うん、はい、うん、めっちゃ美味しい、うん、はい、で、ね、大きな声じゃ言えないけど、柴さんがライブをしてなんと柴さん、はい、いろいろ考えて、まあそのために画像化してみたギターを仕入れました、そうですよね、うん、いやここはもう本当にあのちょっと楽しみにしてるんですけれども、ね、いや相当やると思います、EM の柴さんのハードル上げてます、私も楽しみだな、あともう一方、うん、そうですね、ブギーベイビーズっていう、いい名前です、ギター、そうですね、ギターとボーカルとという形の、はい、打ち込みの音を用意してして、それ重ねて多分やってるスタイルだと思いますね、はい、はい、まあライブもやりながら、はい、楽しく、そうですね、お祭りですね、そうですね、うん、楽しみですね、はい、詳しい情報は、うん、カリフォルニアサーフの、そうですね、まあ、ブログでも、ホームページにも掲載しておりますので、ぜひご覧ください、はい、当日は10時にカリフォルニアサーフに集合ということですよね、はいはい、7月15日、はい、海の日です、ね、来年は宇宙海さんも開けておいてください、うん、参加したい、もう来年は海の日は開けておきましょう、はい、よろしくお願いします、はい、今週はソーリック、うん、ソーリック来てます、あ台風の話ですね、はい、7号ソーリックです、ソーリックね、台風ですね、関わってきます、もう7号ですか、もうソーリックですね、はい、ソーリックミクロネシアのネーミングです、うん、ソーリック、そのできた場所 で、ね、順番決まってて、はい、はい、まあ、日本にこう寄ってきてこう、うん、名前がこう出てくるのが、ね、うん、この間のヤギに続いて、はい、ね、ピー、はい、じゃあ20秒になりましたので切りますよ、はい、それでは海の日よろしくお願いします、はいはい、よろしくお願いします、はい、また来週、はい、じゃあゆっちゃんありがとう、ありがとうございました、お疲れ様でした、ありがとうございました、なかなかちょっとありがとう、まとまった、来たね、これ俺飛ばされるかと思って、いや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 、大丈夫です、ちょっとの野村さんのこのこれがないと自分喋れないんで、この流れを変えてもらわないとさ、いつも変な方にいつもこう行っちゃって、そんなことない、いや、無事に行ったら行ったんですね、ありがとうございました、ありがとうございました、これいい歌でしたね、ねえ、やっぱり本当に音楽は皆さんも伝える力があるから、ね、そうなるね、それね、羨ましいですよ、やっぱり救おう、地球を救おう、動物を救おう、みんなの力で救おう。